気がつくとまだ一度も勝っていないこのジョンテンタに対して北尾浩二が激しい闘志を燃やして掴みかかっていきました。そうですね、なんかもう時間いっぱい待ったなしでね、もう先に立ち上がってしまったような感じですよね、はい、懸命に運のレフリーが抑えておりましたが2人のその流行る気持ちを抑えることはできませんでした。ラリアットにも微動だにもしないこの大木のジョンテンタ、ジョンテンタの体がシェイプアップされていくのに完備でいたしまして、北尾浩二の体はさらにその体格を大きさを増していきます。気がつくと体重は同じ160キロ同士、2人合わせて320キロ対決。いや北尾は160キロ以上あるでしょう今これね、180ぐらいあるんじゃないですかね、この腕から胸回りのところですね、ものすごい大きな山が立ちはだかっているという感じであります。ジョンテンタが今よりそのフットワークを身につけてスッとエプロンに上がります。そしてブルーのマットに戻ります。あの夏の、はい、やはりね場所も同じ両国の、はい、6人タッグトーナメントでもね2人がもう感情むき出しでね、他のパートナー同士が気を使ってしまったような展開になりましたからね、さあ早くも片指でカウントを取りに行こうという北尾浩二、武功道場も実力に磨きをかけ、そして今会場でもお客さんの歓声を受けるようなより大きな団体に成長してまいりました。この道着に非常に似合います豪快な一本背負い、そしてその後腕を取りに行きましたが、しかしロープブレイク、さあコーナーからコーナーに北尾が振るのか、ロープに振る、力強く振った、そして足大の字ボンドリ打って倒れたジョンテンタ、片指ピンチだ、カウント2、胸に染め抜かれた武功道場、その武功という文字、あっと上手ですね、そしてその文字が三千と輝いておりますが、北尾浩二、鉄柵を越えてジョンテンタ、そして膝を乗っけただけでその鉄柵ごと倒れてしまいます。ちょっと足のあたり痛めましたかどうか、かなり苦しそう、大きな玉のような汗をかいておりますジョンテンタ、コーナーに膝が落ちるように倒れ込んだそのジョンテンタをコーナーに振って押し出していったが、しかし大きな足が待っていた、ラリアットだ、側面からいった、しかしラリアットでは倒れないこの2人、ミサイルキックは串刺しでコーナーに打ち付けられるような感じになって、北尾浩二が片膝を落としてしまいました。浩二が転じています。ジョンテンタが北尾浩二をゴロリンと転がして狙いを定めて、なんかねお互いにね気持ちが先行して体の方がついていかないっていう感じですよね。そうですね、ギロシン確かにドラゴンとレイミステリオジュニアの試合の後ということもありましょうか。そうですね、全く異質の試合ですからね、ゆっくりとした試合展開という感じに見えなくもありません。抑え込んでいきました。ゴンケかゴンケか、はい、本当にスーパーヘビーですからね、これは。はい、明日から14日の土曜日からはあの怪獣映画のモスラも公開になるということなんですが、確かに何か怪獣大戦争という感じもいたしますが、しかしただ体が大きいだけの2人ではありません、テクニックを持っています。特にこの北尾に関しては一歩だ、出ましたね、一歩だ、ラップ、さあ屈辱のこの技、北尾の怒り、ね、さらに導火線に火をつけてしまった感があります。まあ、これでね東京ドームで悔しいフォール負けを喫しましたからね、はい、しかしこの北尾、一発強烈な閃光のような武器がいつどこで飛び出すかというそういったデンジャラスなですね一面も持っております。北尾浩二が攻めに行くか、片指でカウントを取りに行くぞ、しかし巨漢です、すぐロープブレイクになってしまいます、足が届きます、
何かこの辺りでちょっと北尾のですねカウントを取りに行く方が、ね、なんとなくこのお客さんにしてみても納得できないということではないでしょうか。そうですね、安易に打ってる感じに見えますよね。何かこの辺り考えがあるんでしょうか。バックドロップからまたまた片指に行きますがカウントが入りましてカウント2。何か2人ともお互いのエネルギーを吸い取り合っているという感じもありまして火花のようなファイティングがスパークしませんから、ありがとう投げ倒した、まあ、これが真骨頂と言っていいでしょう。力技カウントが入ります。カウント3。そうですね、なんかね変な力感が感じられなかったですよね。そうですね、下をにしてみればこれは勝ったとは言えない試合というような、何か踏み落ちない表情もありました。セミファイナルです。北尾浩二対ジョン・テンタの一戦はご覧のように北尾浩二が勝ちました。しかしもう一勝負、もう一勝負。